ペペペペペポペペケペペペペケペいいペペいいメメいい家族みんなが狂える家がある。じいちゃんもばあちゃんも揃ってる。ゲームはマリオメーカー、みんなのヨドバシキング誰も来ねえよ。ヨドバシカメラから案件が来たらこれやろうかな。はい、それじゃあね、起きたてほやほやで声がおかしいんですけど、もうちょっとヨドバシカメラ引きつっていいかな。あい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 、僕の名前はヨドキング、今日はこんなコツやってくよ。なんて読むかはわからない、それじゃあ早速やっていこう。クリアリツはレテナナロック。今日これで終わりでいいっすか。なんか急に恥ずかしくなってきたって。まあ、いつも恥ずかしいことしたけど、もう何言ってんだよ。全然回ってねえんだよ、ロレツが。こんな空いていいのかい。ガイマクマグーバー。やばいね、今日マジでロレツが回んないかもしんない。なんか下のところで抵抗があるんだよね。今日お前喋らせねえぞみたいな。だからいつもより噛むことが多くなってしまったら申し訳ありません。この近くの枠はなんで、バイー。ほんとさ、ヨドバシカメラって何でも揃ってると思わない？あそこに行ったら欲しいものがないっていうことがまずありえないと思うんだよな。え、っていうかこれ何モダンの。これがヨドバシか。なぜかこの扉入って戻った時、石英寺が復活してるんだよね。あのオンオフブロックのせいなんかな。まあいいか、すぐ左に逃げれば問題ないだろう。助けて。扉から出たらジャンプしてしびれ攻撃をかわせばいい。たったこんだけのことさ。やめろやめろ、襲ってくるな。もう積み重なりすぎやしないかい。でもこれやり直しが効くんじゃない。左にツテが出てきたってことは左に行けっていうことだろ。ただここからやり直しは無理。おやじ、そういやこのマグマで思い出したけど、最近ラバっていうホットヨガに行ってきたんだよね。いやめちゃめちゃ楽しかった。まあどんな感じかって言ったらサウナの中でヨガをするみたいなイメージなんだけど、でもね、女性が 2,30 人って男性僕一人だけだったね。相当恥ずかしかった。男僕一人だよ。じゃあこれ取れる、うん、取れるか一旦試してみようか。この辺でジャンプはダメだ。でさ、その体験レッスンでマジですげえなって思ったのは、一番前にインストラクターの人がいるのよ。あだー、をさせろ。でその先生の何がすごいかって言ったら、もう人間の域超えてるわ。軟体動物と一緒だね。まあ可愛く言えば猫、キモく言えばカタツムリみたいな、もうそんくらいグニャングニャン。こんなん言っちゃっていいのかな。でも羨ましかったですね。僕って立ったまんま両手が地面につかないのよ。っていうかさ、地面につく人の方が絶対少ないと思わない？10人いれば1人か2人ぐらいだと思うんだけど、まあ、そんなにね体が柔らかくなったら人生変わるかなと思います。ヨドバシカメラやったりラバだったりしょうもねえ雑談やめようぜ。ゲーム実況者なんだからさ、ゲームのことだけを発信していこう。そういや最近こんなコメントがあったんですよ。ビオキングさんが笑ったらいけないに出演したら尻がいくつあっても足りませんねって。いやそんなことないからな。笑わないで絶対やっていけるからな僕。むしろ優勝していけるぜ。ここはジャンプして右に行けば中間ポイントが取れるのかい。ジャンプして右、あそんな簡単に取らせてくれるわけがないよな。隠しブロックがあったな。わかった、こいつを避けていけば中間ポイントが取れるんだ。今日中間ポイントめちゃめちゃ早いね。そんな喜びはないね。苦労して苦労してやっと手に入れた中間ポイントだったらわかるけど、まだたった一画面しか終わってないんだ。ここは隠し録あるんじゃないのか。何がしのクリボンにやられる気しかしないな。今日はトロールコース終わるの早いんでねえの。ここは隠しブロックがあったな。わかった、そしてここでジャンプしてクリボンを避けると思ったらこんなところに挟まれちゃったよ。上から何か降ってこない、大丈夫。そのまんま下ろしてくれ僕を。そしてクリボンをすぐに避ければ大丈夫なんだ。さあ左のリンクはやっぱ取れないよな。じゃあこのボム兵を踏んで腹くそ。いやおかしいやろ、あそこ地面あるじゃん。あんなところからちょびっと花が出てくるなんて腹くそですね本当に。じゃあここはミリオンシェーパーで大丈夫。そしてボムちゃん爆発してくれ。バキャー、もう上がりんこしちゃったよ。このボムちゃんを踏んでバックンが引っ込むときにジャンプして上に逃げればいいんだ。うん、上には逃げれないけど、ナイスタイミングのジャンプだったんでねえの。この一マスの枠は特に何もない。じゃあドアに入っていこうか。うん、ドアに入れねえよ。うん、クイックルワイパー。みんなごめん、ガチな話するんだけど、僕そろそろ変な声で実況するのやめようかなと思うんですよ。やっぱさ、実況って聞きやすい声の方がいいじゃん。
例えばですよ、僕結構ダミ声とか多いと思うんですよね。ここは左で逃げておけば大丈夫なんだよみたいな感じでさ、これを綺麗な声で言うじゃん。そしたらもう実況者やめよ。そうだね、これって実況なんかやめちまえばいいんだ。それは求めてるみたいなお菓子と一緒とさいるけど、そんなのどうでもいい。僕は僕のやりたいようにやる。そう思わないか、みんな助けて。もはやね、昔から見てくれてる人に普通に実況してくださいって結構言われるんですよ。だからその人のために僕は普通に実況していきたいと思います。ここは右に行く、そして上で、上のこのツタに捕まれば大丈夫。さあここは、バネに当たって、うわっやられちゃった。これ普通の実況かな。もうよくわからなくなってきたわ。普通の実況ってなんだよ、誰か教えてくれよ。僕はずっとこんな実況を続けていかなくちゃいけないのかい。僕はもう末期なのかい。なんだそのちょこっと出てくるやつ、もっと出るならパンと出てきてやってくれよ。ここはチビになって足大器みたいなやつで、ね、これ抜けていけみたいな。抜けねえぞ、もうこんなのやりたくない。やったー、チビ大器めっちゃ食べれた。前はもう少しおとなしかったんやけどね、いつからこうなったんやろって思いますよ。まあ実況慣れするたびに本性が出てきたみたいな感じですかね。さあここで USA 落として、そっちの USA か。うますぎる。ここは右に行けば、あー今度ねえの。ほらほら曲線転換か。そういや最近さ、なんでか声優さんの関智一さんかな、その人に声が似てるって言われるんだけど、いや全然似てないと思うんだよね。ちょっと呪術廻戦の言えてないけど、呪術廻戦のあのパンダに似せて言っていいかな。ふう、なんで交流会まで待てないかね。変えた変えた、大きな声出すぞ。いやーんって絶対似てないと思う。ごめんね関智一さん。いやーこっちじゃないのだよ。おいおい、なんだか面白いことになってんな。鬼を連れてるバカ隊員っていうのはそいつかい。はーい、僕がバカです。もうちゃんとしよう、それただの侮辱になってるからさ。じゃあ下に行きます。そしたらブロックが開いて、30コインの方行っていいのかい。この30コインはとっても何もならない。上は何もなさそうだ。じゃあこのメットを抜いて投げろっていう感じだと思うんだけど、これ投げたらいなくなるんじゃないの。やっぱそうだよな。じゃあどうすればよかったんだろう。あ、ここブロックなくなる。おいおい、何やってんだ貴様。貴様ごときが俺に嫌うわけがないだろ。10秒やるから逃げるんだ。何やってんだ。分かったかもしれん、これさ、持ってバネを出すのが正解なんじゃない。いや違うか。じゃあこのまま何もしないで置いてみようか。そしたら勝手に投げます。あ、やっぱそういうことだったんだね。さあここで鍵を取るのが正解かい。上から石打ちは降ってくるとかそういうことはないみたい。やるじゃない。いないと思わせておいて実はいるパターン。ちょっとびっくりしちゃったよ僕ちゃんさ。でもそういうの嫌いじゃないよ。さあ中間ポイントには、なになになにこれ、下でいいの、下押しっぱでいいのかい。このまま下何も変わるんだよ。頼むキノコは。わからんのよ、急に上か下どっちか行けって言われてもさ。じゃあこの場所で上にジャンプすれば大丈夫だった。でこの花はいなくなる。で右のオンオフはなんだ、あれはしていいのかい。しても特に何も変わらない。じゃあここのオンオフをもう一回して中に入ろうか。頼む今度こそ中間ポイント入れた。早く左に早く左に。よっほっほっほっ。もう中間ポイント。いやどっちこれ、右上のコインも怪しいけど左下も怪しいよな。とりあえずコインの方行ってみようか。中から、うん、何もないのか。じゃあこの左下落ちていきます。さあこっから、中間ポイント2ってマジで精神安定剤だわ。どんな薬よりも効くね。じゃあこのハテナを叩いて左で逃げてみようか。そんな罠になんか引っかかるかよ。上は、上は何もないか。右のブロックは開きそうだけど開かない。じゃあ扉に入っていきます。まあゴールも近いんでねえの。マリーの人生もな。扉入ります。そしたらすぐ右に行きます。そうすると花が交わせるっていうもんさ。今度はこんだけ何か隠してるんでねえの。もう余裕すぎる。そんな全然わかってんだよ。あの下もすげえ怪しいけど何が動いてんだろうな。あ、スターか。スターで、あ、このスター取った方がいいんじゃない。スター取って、うわどうしよう。スターがあるってことは多分地面があると思うから、左の地下、うん、中間にまでスターバックス。今日は言葉も罠を避けるのも冴えてんな。じゃあ何もしないで扉に入っていきますよと、まあ、何度も同じ場面はいらないよ。ここもさっきと同じ場面だよ。何かあるのか。何もない。
やばい、頭バグってきそう。これ2回目だね。で、3回目の時に石味が降ってきたでしょ。だからその石味は降らせておく。そして右に行けばいいんじゃない。さあ、どうに。これは3回目だね。石味が降ってきた場所というぐらい、ここは走って行けばいいと思いますよ。そしてドアに入って、こっから4回目じゃねえか。え、何個あんのこれ。今度どうする。石味は、石味はいない。いや、もう姿のドアに2個か。カッソー上に行ったら何があるってか。あるわけねえだろ。早い。ここは4回目だね。デカキノコの場所ってことは、右に行った瞬間すぐ上に逃げろっちゅうことなんじゃない。頼む、もう5回目はないでいいよ。どうなんだ。5回目おかしくないか。分かった、右のブロックが開くんじゃない。そうだよな、一緒に落ちてくんだよ。頼む。よし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 。で、これはどうやるんじゃない。やばーるね。ってことは、上に行ったら石味が降ってくる。そうなんだ。かーっほーね。そんな罠引っかかるかよ。さあ行こうじゃないか。バカーとかー、面白い罠を作ってくれんじゃねえか。じゃあ1個目出して避けます。で、2個目もあったよね。いや、そもそも手前からジャンプすればいいのか。この辺から、あ、この辺からジャンプしたらドアに入れます。よしよしよし、ゴールだ。来た。あはは、あはは、見てこれ、バカだぞ。そうそう、スタレ捕まっちゃった。どこまであんのこれ。入り口の方で爆弾出さなきゃいけないのか。いや、最初からずっと思ってたんだけど、このコースマジでめちゃめちゃおもろいわ。これ右に行かないのね。じゃあ自分で右にやれと。こうやって行けばいいのね。早く早く早く右に行って。クリアできるだろう。これは僕がリンクを持ってるもんな。あの恋のところまでで、ね、デスイッチ。ビャー。実はね、あのコインのところもバーかなんかあるのかな。行けなかったんだよね。じゃあここはすぐ上に行きます。ゴールができるけど、このピースイチの50個にめちゃめちゃ気になるよな。とりあえず左に行ってみようか。僕は絶対罠に引っかかりたくないよ。ここまで来たらさ。よし、じゃあこのピースイチを押しても何もないだろ。やった。いや、このコースね、バグとか見当たらなかったんだけど、マジでめちゃめちゃ面白かったね。この方が作ったのとか、もっと遊びたいと思いましたね。また機会があったらやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、カメックと協力してください。一発マリオ、説明文に。カメック、なんで。マリオ、頼む。まあ微笑ましいやりとりが書いてるんですけど、このコースは見て分かる通り、カメックって魔法みたいなやつ出すやん。で、その魔法を避けつつブロックを壊していけっていうコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.36%。 で、ネックなのが、カメックを倒しちゃいけないんですよ。で、さらによ、ブロックが壊れた時にノコノコとか出てくる場合があるから、そのノコノコを蹴ってしまうとカメックを倒す場合があるみたいな、そんなんなんじゃない。まあいや、一旦この場所におって。いや、近いな。まあまあ、コインは全然いい。問題はさ、ノコノコとか出てきた時だよね。で、カメックどこ。いや、それは無理だって。ピンポイントすぎやろあいつ。分かった分かった、あんな狭いところにも閉じこもっちゃいけないんだね。で、ゴールなんだけど、右から10マス目のところにあるっていうのは分かってる。1,2,3,4,5,6、 あの H の左ぐらいなんじゃない。うわ、このノコノコ蹴りたくねえな。蹴ったら倒してしまうでしょ。じゃあカメックがおらんくなった時に左行ける。ここはバカか俺は。いや、たまんないね、こんな狭いところで避ける耐久ゲーなんです。めちゃめちゃ好きかもしんない。いや、マジでキノコとか出てきてほしいな。めっキノコが出てきてくれれば結構楽になると思うんだけどな。いや、ほんと出てきた。よしよしよし、これで一回当たれる。さあ、ここは上、何、コインか。まあまあまあ、キノコ状態だからね、ここから気持ちに余裕を持っていけるっていうもんさ。さあ、カメクちゃん出てきて、とりあえずジャンプして避ける。キノコの無駄遣いすんなって。ここはコインか。この場所を追ったらダメだもんな。じゃあこの場所でジャンプしておく。そして右に逃げればいいんじゃない。最初からキノコを取っちゃうとデメリットが一つあるわ。やっぱ狭いからさ、ジャンプしにくいのよね、ここ。この辺で亀落としていけるか。やるほどいっすー。僕キノコがないとクリアできないかもしれないこれ。もうこっち来んだってお前。一旦右に蹴っておこうか。カメック来んなよ。よしよしよし。で、ここはジャンプ C のキノコではないな。同じ色だけど。じゃあ右、いや、これもうちょっとでゴールできるんじゃない。もう一個右すげえ怪しいよね。うわ、これ左行ってくれる。うわ、このノコノコ起き上がった時が問題。なんでそうなんだよ。これマジむずいよ。
よ。やる前はね、正直結構簡単かなって思ってました。でもね、以前やってみるとこの3マスの狭さが想像の 1.1 倍狭かったね。いや、これ結構いい感じに開けてきてるんじゃない。ここでキノコはでかい。このキノコ大切にしよう。じゃあこの場所に置いておくよ。あれ、カメか。来た来た来た。で、ここで避ける。いや、うまい。え、これあと1個右か、もう1個右ぐらいで壊れるんじゃない。いや、これこれもう邪魔くて。お前が世界最強だよ。さあ、この場所を来て。もう1個右は当たるか。これ当たる。やっほほほほ。最後にこのカメックを蹴散らしていこうじゃないか。よっしゃ、おっしゃ。いや、ライスアイディアコース、とても楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。